こんばんは。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。今日は手綱でした。今日は今月ラストの劇場公演で、次もわかんないので、いつか、まあ私は知ってるけどそうなので、しばらく空いちゃう感じなんですけど、劇場公演は。こんばんは。やっほー。すごい、髪もボサボサじゃん。すごいボサボサ、もうすごい。こんばんは。やっほー。こんばんは。今日は片方に編み込みをしてもらいました。編み込み？三つ編みしてもらいました。こんばんは。ギフトもありがとうございます。ありがとう。こんばんは。やっほー。今日は雨な一日で、なんか今日はちゃんと傘を使いました。昨日はね、そう、傘持ってったけど使わなかったんだけどね、持ってって使わなかったんだけど、今日はちゃんとね、傘の役目を果たしてくれました。こんばんは。ギフトもありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。まあ、でも今日は家出た時からね、雨降ってたからね。そう、でも帰りも降ってて、そう、帰りも雨だった。こんばんは。ギフトありがとう。ありがとうございます。ありがとう。お腹すいた。どうもありがとうございます。ありがとう。こんばんは。チョコの行方よかった。そう、今日はチョコの行方だった。そう、そうなんだ。珍しくチョコの行方だけだったかな。うん、多分。最近はなんかチョコの行方だけってことがね、あんまりなかった気がするので、多分久しぶりですかね。いや、本当に最近鼻詰まりがさ、ひどくて、めっちゃ鼻詰まってる。嫌かも。あ、くしゃみ出そう。セーフセーフ。危ない。くしゃみ出そうだった。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。そう、鼻詰まりがね、すごくて、起きるとね、鼻がすごい詰まってる。超嫌なんだよね、それが。鼻詰まりがとにかくひどくて、朝起きるとね、そう、鼻が詰まってる。
ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。お腹すいた。今日ペンライト多かった。うん、本当になんか毎回毎回っていうか、本当になんかここ最近、最近な、最近って言ってもあれだけど、どれくらいからが最近っていう言い方なのか分かんないけど、本当になんか数年前じゃないけど、本当に前に比べたらなんかペンライトを振ってくれる方が本当に多くなったんですよ、嬉しいことに。そう、めちゃめちゃね、そう嬉しいの。今日もいっぱい見つけました、ありがとう。今日は真ん中ブロックと立ち見に5人くらい見つけましたね、嬉しいです、ありがとうございます。見てますちゃんと、ありがとう。いやでも本当に劇場公演からなんか気になって、特会とか握手会来てくれる方も多いし、なんだろう、劇場公演がきっかけでなんかショールーム見に来てくれたりとか、本当になんかそういう方が、劇場公演がきっかけの方が本当にほとんどって言ってもいいぐらいなので、これからもたくさん出たいなって思います。嬉しいです、本当。自己紹介面白かった。そう、自己紹介はあの悪気があってとかじゃなくて、普通に嬉しい意味の、嬉しい意味で言ったので気にしないでください気にしないでください。こんばんは、やっほー。こんばんは。なんか今日はでも縦3人ぐらいとなんか横にもなんか赤黄色みたいな感じでしたね、嬉しいけどねなんでなんですかね、そういつもね固まってんだよね。もう固まってるからね。あやたの絡みが新鮮でした。おお、あーやはそうね、お互い今日いつもやってるポジションと違ったので、意外と公演中になんか絡むところが多かった。でもなんか普通に仲良しです。あ、普通にって言ったらあれだけど、全然おしゃべりする後輩の一人ですね。あーや、今日も隣でメイクしたりとかしてました。あーやはでもちゃんと、なんかちゃんとっていうか、あの私が人見知りなんだけど、結構なんか話しかけてくれる後輩だから、こっちもね喋れるって感じこんばんは、やっほーあーやより身長高かった。いや、それはないと思います。あーやの方が大きいです。私がね靴持ってるからだと思う。そう、私あの厚底入れてるから、ちょっとね実際の身長より高く見せてるので、ズルしてるんだそう、ズルしてるんだ。こんばんは、ゆっともありがとう、ありがとうございます。もう今月ラストだったなんて早いね。
そう、7回って多い方かなと思ったけど、意外と先月も私その前も7回ぐらい出てました。ただ今月はなんか公演続くことが多かったからかな、2日連続とか結構なんかスパンが早めだったからか、なんか多く出た感じがしてたけど、意外と先月もその前も7回ぐらい出てました。こんばんは。スナコエンとエスコエでメイク変えてますか？変えてないです。いっつも一緒のメイクですね。あんまこだわりがないんです。そんなになんか衣装によって変えるとか、その日によってとか、あんまりなんか変えて逆になんか調子がよく見えなかったら嫌だなと思うタイプなので、あんまりなんかそういうことはしないかな。いつも一緒です。こんばんは。こんばんは。やっほー。27なんてのして、そう、27は出ないです。出ません。私1日もあるみたいだけど、1日も出ないから、そう、だからめっちゃ先になる。私が手綱じゃないや、公園に出る日がめっちゃ空きますね。だって今月でも30日までしかないから、6、2週間くらい出ないんじゃない？やば、2週間も出ないとかあるんだ。まあでもそういう時もあるか。こんばんは。スナコインがナチュラルよりで少ししっかり見えかと思った。全然いつも一緒だよ。なんか仕事、お仕事によって変えるとかはあるけど、公演の演目によって変えるとかはないかな。なんかラジオとかそういう時は薄めです。ラジオとか他はなんていうの、あ、そう、2分半映像とかもあんまり濃くしていかないかも。そこまで時間かけていかないですメイクは。こんばんは。なんか髪の毛巻いてもらったのにさ、もうストレートだし、なんかかえってボサボサに見える。嫌だな、なんか。まあ仕方ないか、公演終わりだし。こんばんは。今日はもう早く寝ようと思って計画中。もうイメトレです今。この配信が終わったらまず何をするかっていうのをイメトレ中です。何からし始めましょうかって感じですね。明日はどういう天気かな。天気によって服があれだよな、ちょっと変わってくる。ご飯食べないの、もうめんどくさいかも。早く寝たい方が勝っちゃいますね。いや、もちろん食べたいけど、食べるとさ、座ってさ、ダラダラしちゃうから、携帯見たりとかそういうことしちゃうので、
ちゃんとテキパキね動けるように。そうやっぱ座ったら負けなんだよね。そう、まあ今座ってるけど、そう座ったら負けだと思うので。暑いんだ明日。どうしよう、何着ていこうかな。明日はお仕事だよ。こんばんは。何がいいかな、迷いますね。どうしよう。晴れるんだ明日。何がいいかな。明日は地味にねちょっと早起きって感じなので、言うてまあ9時半ぐらいに起きれればいいかなって感じだけど、もう9時半じゃねえ、私にとってはちょっと早めなので大変です。大変です、9時半起きはちょっと耐えられません。こんばんは。何がいいかな、まあ服も、そう服もね、でも前日に決めておきたい派なんだよね。カバンも変えたいし、服も決めておきたいしって感じです。割と空いたな。でもこんばんは、やっほー、こんばんは。みんな今日夜ご飯は何を食べましたか。わあ、美味しそうなものいっぱいだ。うどん、お好み焼き、焼肉、いいね。長が好きますね。公園割り居酒屋で飲んでました。わあ、何気ず公演終わりにそういうのしたことないかも。お酒飲むみたいなこといいですね。ギフトありがとうございます。ありがとう。いつも今日はお弁当を食べました。こんばんは。しばらくエスコインなのか寂しいね。もうしばらくないよ。珍しいよね。なんか意外となんかエスコインってそんななんかレアなものでもなかった気がするから。あれだね、こんばんは。今日も配信中に日記書こうかな。もうちょっとしたら書く。連休明けるまでないね。だってゴールデンウィークにないことある？やばくない？ゴールデンウィークにエスコインがないってどういう、すごくない？逆にないことがすごいよね。ああミラーボールだ。ありがとう、ありがとうございます。日記ちゃんと続いてるの偉い。そうでもこの間どれぐらいだ、本当に一気に書いたんですよ。この間本当に書いてなくて、いつだっけな、多分ね先月の
先月のトーク会なんか幕張メッセのトーク会ぐらいから本当ずっと書いてなくて、まあでも多分忙しかったのかな。まあちょくちょくなんかお仕事っぽいこと書いてるから、まあ後回しにしたんだなって感じだけど、そうでも本当に書いてなくて、この間1日でそれを全部書いたんですね。23からだから1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74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 ,73,
1日で帰ったんですよ夜。でもめっちゃ手首痛くて、それで今も痛い、まだ手首が。やばくない？そう、手首がだからすごい今痛くて、ずっとね痛い今も。夏休みの最終日っぽくて、本当にゆずさ結構さ宿題系マジで結構溜め込みがちでやってました。そう、しかもさ、なんか夏休みとかのなんか日誌とかのさ上にさ、問題集とかの上に1日こう日記みたいなのあるじゃん。あれがどうしても嫌で、めっちゃ 嫌だったんだけど、 SK 入ってからはレッスンでしたとか書いてました。レッスンでしたとかフリールでしたとかリハーサルでしたみたいなので終わらせてました。でも本当に書くことがなさすぎて、そういうので埋めてた。いい思い出ですね。懐かしい。そう、なんかトーク会でしたとか、なんかそういうさ、なんていうの、全部仕事系にしてしまえばバレないと思って、そうだからそういうのいっぱい書いてた。レッスンがあるかどうかもさ、先生たちは分かんないじゃないですか、こっちのスケジュールは。だからそう、書くことない日はそうレッスンで埋め尽くしてました。こんばんは、ギフトありがとうございます。ありがとう。職場の飲み会で見てるので、同僚にゆずぽの配信見てるのとか、やっほー、見てる見てる。アイドルポーズしとこ。ありがとう、ギフトありがとうございます。ありがとう。もうメイク落ちてる。ツーショットが楽しみね。もうすぐだよ、ツーショット会。愛知の会場は、愛知の会場はもう締め切りもあと1週間後ぐらい、1週間もないかぐらいですね。座りも立ちもおすすめなので、そう、座りはあんまりみたいな言ってる人も多いイメージなんだけど、まあ座りだからこそできるポーズとかがもしかしたらあるかもしれないし、座りだからこそできることもあると思うので、はい、ぜひどっちもお待ちしてます。立ちの5月11か11日の3部はもうあとちょっとだったかな、30枚は切ってたはずなのでお早めにって感じです。他の部もだけど
待ってます。まあ写メ会だからね、どうせなら一緒にできる、なんか2人で一緒にできるポーズとかがいいよね、の方が思い出に残りやすそうだし、まあ可愛いよねそれだと。まあ何でも嬉しいです。意外と結構なんか劇場公演曲のポーズしてって言ってくださる方もいるから、なんだろう、そういうポーズもしたりとかするし、あとなんだろうね、二十歳になったタイミングの時はこうやっていっぱいやりました。あとなんだろう、意外とでもなんか何でもいいですって言ってくださる方もいるので、こっちが決めちゃったりしてますね、勝手にそう勝手に決めちゃったりとかしてるかな。でもなんか変になんか考えなきゃって思わなくても全然なんかこっち側から提案することもできるので、何でも大丈夫です。私おしゃべり全くできないとかでもないので、気軽に遊びに来ていただければ嬉しいです。こんばんは。まあ一宮ズポーズもできましたし、これでもいいですしね。あとはなんだろうな、一緒にハート作るとかがなんだかんだ多いかもしれない、こうやってやったりとか。あとなんだろう、ユザーでもこうやってこれが好きなのでよくこうやってやります。こんばんは。当日ポーズ考えても思いつかないこと、いやでもポーズ考えるってさ結構シンプルに難しくない結構難しいよね。いや気持ちは分かります、ほんと難しい、絶対に難しいです、ポーズ考えるの。公演ありがとう、こちらこそありがとう。今日もペンライトやうちわありがとうございました。全部見てるよ。公園とかでも結構やってる、そう可愛いしね、すぐできるからやっちゃいます。あとはなんだろうな、こういうのとか可愛いし、でも何でもいいよそれが一番困るよね。でもでも何でもなんか推しメンと写真撮れるなら何でも可愛いなぁとは思うけどな。他の人のポーズ見てそれもあったかっていつも、ああなるほどね。まあ確かにそういう、確かにそういう考えも出てきちゃうか。なんでもいいと思うけどな、ゆずは写真撮れればキラキラスマイルでお願いします。わかりました。困ったら曲の振り付け一緒にやるとテンション上がる。あーなるほどね、意外とね嵐からの隠れ場所のサビやってほしいですっていう方とかいるよ。独特だよねでもあとはなんだろう、いやでも可愛いよね。
こんばんは。牛の写真はいるけど自分つるんでいいってなる。でもツーショット可愛くない？牛だけの写真は牛がだってさ SNS とか載せてくれるやん。その場に自分がいた時の推しの写真が欲しいみたいな、そういう感じ。推しと写真撮れるっていうと嬉しいけどな、結構ロック画面とかにしちゃうもん絶対。ギフトありがとう、ありがとうございます、ありがとう。こんばんは。写メ会のためにスマホ変えた。でも意外とそういう方いるよね、結構なんか写メ会をきっかけにさスマホを変えたみたいな方とか。いいよね、いいきっかけですね。ギフトありがとうございます、ありがとう。スタイルのゆずちゃんと並ぶの気まずい。じゃあまあ座りは足の長さ対決で、違う座りじゃない、立ちは足の長さ対決、座りは座高の高さ対決でもしますか。それにしましょう、待ってます。どうですか。敗北を知りに行くのか。自ら。いやでもそういう楽しみ方もあるんじゃないかなって思います、きっと。なんか写真撮るだけじゃなくて、その裏テーマじゃないけどそれも含め、そう、後ろに下がるとかできないのかな。ズルです、それは不正です。めっちゃ猫背になるとかやめてくださいね。振り返ったら悲しくなる可能性、いやそれもいい思い出です。全部ひっくるめていい思い出です。こんばんは。まあとりあえず挑戦者求むって感じなので、ぜひ写メ会お待ちしてます。挑戦者、挑戦者言えなかった、挑戦者求めてます。こんばんは。勝ったら何かもらえますか。あー勝ったら、どうしよっかな、なんかあります、いい案。やめてくださいね、なんか普段厚底とか履かないのに急にシャメ化になってからめっちゃなんか底の高い靴とか履いてくるの、ズルですよそれは、良くないですから。キラキラスマイルプレゼント、それはもういつもやん、通常運転じゃんそれは。あでも言ってくれれば私ウィンクとか全然しちゃうんで、写メ会任せてください。もう全然やります、なんならなんかノリでイエーイってやっちゃう時あるんで言ってください。
何でもやります。ギフトありがとう、ありがとうございます。こんばんは。ウィンクショットも撮りましょう、ぜひ。悪い顔でもしてみます。あ、悪い顔やりたいかも。悪い顔選手権、こいつでしょ。やりたいやりたい、めっちゃ笑っちゃいそう。悪い顔やりたいですね。いいね、つぼりそうね、笑っちゃいそう。笑う自信しかないかも。悪い顔選手権やりましょう。じゃあ何があるかな。あ、決め顔ね。決め顔と悪い顔も変わんなくない？いやでもいいんじゃないですか、そういうそういうのなんかポーズだけじゃなくて顔で勝負するのもいいと思います。うん、シャメ会の服装決まってます。シャメ会はね、なんだっけ、カップリングの衣装と、もう一着が忘れちゃった。カップリングの衣装は着るんよ。私服も着るって言ってたっけ。制服はあったな。制服だったらね、学校っぽいポーズとか可愛いですよね。こんばんは。そう、ちょっと美醜の衣装はちょっといろいろ大人の事情だったりとか、いろいろなことが重なってちょっと無理ですっていう感じの結末になってしまったので、ちょっとまたこういうトーク会とか写メ会とかじゃなくて別のお仕事で見てもらえるように皆さんにちょっと頑張ります。そう、いろいろちょっと重なっちゃって誰も悪くないです、もうもはやここまで来たら。そう、誰も悪くないです。仕方なんか、もう理由を聞いてしまったらもう、ああなるほどって感じだったので、ちょっとこればっかりは誰も悪くないです。本当にマネージャーさんが悪いわけでもないし、メンバーが悪いわけでもない。はい、そう、そうなんです。今展示されてんの。そう、イオンモール木曽川さんでね、展示されてるんですよ。見に行ってねって言っても多分明日までとかだった気がする。ごめんなさいね、言ってなくてね。昨日から多分展示されてるのかな。でもね、あれなんだよね、時間が決まってた気がする。何時から何時って決まってた気がする。ちょっとまた本当に3日間とかだけだったので、明日とかまでだったかな。はい、見に行けたらいいんだけどね、自分もね。そう、ちょっと行けなそうです。どういう感じで飾られてんだろう。なんかいつもマネージャーさんとかがさ、写真送ってくれるんですよ、こういう感じですみたいな。今回来てないんだよな、そんな感じなのが。
なんか写真だけでもあるといいんだけど。ツイートあった、あ、そうなの、嘘、 X に写真上がってた。あら、エゴサしても出てこなかったけど、出てくるものかな、私が今エゴサしたら X に上がってた。何のアカウントだろう。え、普通に石尾さんのアカウント、ウムのウムさんのアカウント、 SK、 あ、なるほど、ファッションデザインセンターの方の公式ね。 OK、 わかりました。ちょっと探っときます。それか誰かあのリポストとかしてください。私たちのハッシュタグつけて、それで見に行けるから。ごめんなさい、他人頼みすぎ。ポストされてた、あ、本当？じゃあ後で見てみます。ちょっと日記の時間です。書きます、今から。今日の日記です。今日は何を書こうかしら。今日はでも鉄のだったからね。今ね、2行目いく。今日は3行ぐらいかな。よし、書き終わりました。いいね。今日の日記はおしまいです。こんばんは。反省点とか書いてるの、反省点は書かないかな。あんまりなんか
反省することもいいことだけど、そこまでなんか気にしすぎないようにしてますね。もし例えばなんか反省することがあったとしても、心の中にはとなんか止めておくけど、文章にまでは書かないかな。逆に気にしすぎちゃうのも、まあ気にかけるのもいいことだと思うんですけど、そう見返した時にそう暗い気持ちになっちゃうの嫌だなと思って、まあ自分が反省したこととか、ああこうしとけばよかったなって思うことって意外と忘れなかったりするから、あんまり言えずはなんか普通に今日の出来事だけを書きます、いつも。だから反省系のことは書いてないかも、特に。逆になんか褒めてもらったとか、例えばボイトレで褒めてもらったとかは書いてありますね。頑張ろうって思えるから、読み返した時。かな。そう、自分が見返した時に、ああこれそういえば嬉しかったなって思えるものを書いてるって感じ。とか、なんか楽しかったなって思ったこととか、そういうなんか前向きそうネガティブなことはねあんまり書かないですね。書く時間も嫌かも。あんまりなんかその出来事を文章に起こすのも、あんまりなんか逆にもっと嫌な気持ちになっちゃうので、特になんか、私自分よく頑張ったねとか書いてありますそう偉いねって書いてあります。そうなんです。でもそこまでなんか内容が濃いものは書いてないかも。ギフトありがとうございます。初見の方だ、ありがとう、ありがとうございます。55分とかに終わろうかな今日は。生きてくれるだけで感謝です重いけど、まあそうですよね。本当に本当にみんな偉いよ。今日もよく頑張ってます。毎日みんな誰も頑張ってない人なんていません。みんな何かしら頑張ってる。前向きだとこっちも嬉しくなる。本当？なんかネガティブな気持ちにならないこともないんだけど、なんだろうね、このお仕事してるとなんか人と比べちゃったりとか、なんだろう、本当に顔も名前も分かんない人からいろんな意見いただいたりとかするけど、いちいちなんか全部なんか気にしてると本当にいつか壊れちゃうと思うんですよね。そう、限界が来ちゃうと思うから、なんかそこまで目を向けないじゃないけど、誰かと比べるんじゃなくて過去の自分と比べましょうじゃないといつか自分が壊れる時が来ちゃうと思います、誰でも。その誰かと比べて落ち込んじゃったりとか、まあ、もしかしたらするかもしれないけど、そこまでなんだろう、結局その人には完璧にその人になろうと思ってもきっとなれないと思います。私は憧れるのはいいと思うけど、その人を全部真似したとしてもその人そのものにはきっとなれないから、
うん、オリジナリティ。からみんな毎日自分を褒めてあげましょう。毎日ベッドに入れたらもう100点です。起きて、毎日起きて夜ベッドに入れたらもう大成功。疲れた自分を褒めてあげたい。いや本当に褒めるって大事だと思いますね。誰からも褒められないと思ったら自分で褒めたら、褒めちぎればいいと思います。よく頑張った、偉い、もう自分にしかできないって思えばいいと思う。ゆずはなんか本当にスケジュールを見た時に何このスケジュールと思っても、そう、きっとこれは自分にしかできないだろうって思ったら頑張れます。みんなだから明日も頑張りましょう。もう55分になる。明日引っ越しなのに準備終わってないけど。計画性のなさが私と一緒ですね。いやでも偉いと思います。いやでもそこは頑張ってください。引っ越しで、明日引っ越しで準備が終わってないはちょっとペース上げましょう。はい、ペース上げれたら偉いです。いや引っ越しさ、なんかしたことないわけではないけど、自分がちっちゃい頃だからなんか引っ越しの準備とかの大変さがいまいちわからないけど、頑張ってください。応援してます。そろそろ終わろうかな。今日もありがとうございました。皆さんありがとう、ありがとうございました。また明日会いましょう。おやすみなさい。ありがとうございました。またね。ありがとう。バイバイ。ありがとうございました。おやすみ。